ハニューゆずる、ニナガワミカが撮影した写真集、シント・ GI が11月1日に同時発売決定。心と技の融合を感じよう。写真家のニナガワミカさんが、プロフィギュアスケーターハニューさんを撮影した写真集、ハニューる写真集シント、ハニューる写真集 GI が11月1日に2冊同時に発売されることが発表されました。 羽生結弦さんとニ川美香さんのコラボレーションは今回で4度目となりますが、今回の作品は特に心と技をテーマにした8つのシチュエーションで撮影されました。この2冊の写真集は、それぞれ異なる視点から羽生さんの魅力を引き出し、ファンに新たな驚きと感動を提供します。羽生結弦る写真集シーンは全編モノクロで構成され、 雨粒に打たれたカットをキービジュアルとしています。この写真集では、羽生さんの心の内面に迫るインタビューが収録されており、30歳を迎える彼の原点や現在の心境が語られています。また、ファンとの QA も収録されており、ファンとの距離感を感じさせない親密なやりとりが魅力の一つです。モノクロ写真の中に映し出される羽生さんの姿は、 ままるるで心のの真相に触れるかのような感覚を与えます一方、羽生結弦写真集 GI はオールカラーで彩られ、オレンジ色とひまわりに囲まれたカットをキービジュアルとしています。こちらの写真集では、羽生さんの技に焦点を当てたインタビューが収録されており、彼の29年間のキャリアで培われた表現力や技術に迫ります。さらに プロ転校後2年目に挑戦したアイスツアー RE アンダーラインプレイや乗ってステレータ2024ファンタジーオンアイスなどのレポートも収録されており、羽生さんの活動の全貌を垣間見ることができます。カラー写真の中で見せる羽生さんの多彩な表情や動きは見るものを引き込み、その技術の高さを実感させます。写真集の撮影を終えた羽生さんは、 今年も蜷川美香さんに写真を撮っていただきました。いろいろなセットを用意していただいたので、それぞれの世界観を楽しんでいただけたら嬉しいです。僕も一生懸命頑張りました、とコメントしています。彼の真摯な姿勢と情熱が写真集の一枚一枚に現れています。また、撮影を担当した蜷川さんは、 羽生結弦さんの撮影は回を重ねるごとにハードルが上がっている気がします。毎回必ずいいものにしようと思って臨んでいますが、今回も私の想像をはるか高く超える表現を見せていただきました、と語り、羽生さんの表現力に対する敬意と期待を込めています。羽生結弦さんはフィギュアスケート界においてその技術と表現力で数々の偉業を成し遂げてきました。 彼の演技は単なるスポーツの枠を超え芸術として多くの人々に感動を与えています。彼のジャンプやスピンはもちろんその表情や手の動き一つ一つにまで魂が宿っているかのようです。そのため彼の写真集が発売されるたびにファンはその一瞬一瞬を切り取った写真を通して羽生さんの新たな一面を発見し 彼の魅力を再確認することができます。羽生さんの写真集は、ただのファングッズとしてではなく、一つのアート作品としても評価されています。彼の写真は、見る者に対して強いメッセージを投げかけ、時には心の奥深くに響くものがあります。これは、彼自身がフィギュアスケートに対して持つ深い愛情と情熱。 そして常に自分を高めようとする姿勢が反映されているからに他なりません。このように、羽生結弦さんの写真集、真と GI は、彼の心と技の両面を深く掘り下げた作品となっています。写真家としての荷川美香さんの視点と、被写体としての羽生さんの魅力が見事に融合し、一冊の本としてまとめられています。この写真集を通して、 羽生さんの新たな魅力を発見し、彼の成長と変化を感じ取ることができるでしょう。彼のファンのみならず、フィギュアスケートや写真に興味を持つ全ての人にとって、この写真集は必見の作品です。羽生結弦さんは、今後もさらなる高みを目指して挑戦を続けていくことでしょう。その姿勢は、多くの人々に勇気と希望を与え続けています。 彼の写真集、シンと g i は、そんな彼の歩みを記録した貴重な作品として、これからも長く愛されることでしょう。羽生結弦さんの挑戦は、彼自身だけでなく、彼を応援するファンや、フィギュアスケートを愛する全ての人々にとっても特別な意味を持っています。彼が見せる一つ一つのパフォーマンスは、ただの技術的な演技ではなく、 彼の心の内面を反映した芸術作品であり、見るものに深い感動を与えます。そのため、彼の写真集は単なる記録ではなく、彼の心と技を理解し、感じるための貴重な手がかりとなっています。羽生さんの写真集、新と GI の発売に際して、彼のこれまでの歩みと未来への展望についても考えてみたいと思います。羽生さんは、 幼少期からフィギュアスケートに情熱を注ぎ、数々の大会で輝かしい成績を収めてきました。彼のスケート技術は年々進化し続け、その一方で彼の表現力もまた、ますます深みを増しています。この進化の背景には、彼の絶え間ない努力と、フィギュアスケートに対する深い愛情があります。羽生さんはインタビューで、 スケートを通じて自分を表現することができることに感謝していると語っています。彼にとって、スケートリンクはただの競技場ではなく、自分の感情や思いを表現するための舞台なのです。彼の演技を見ると、その一瞬一瞬に込められた思いやメッセージが伝わってきます。彼の演技は、観客に対して問いかけを投げかけることもあれば、希望や勇気を与えることもあります。 また、羽生さんの挑戦は技術的な面だけでなく、精神的な面でも大きな意味を持っています。彼は度重なる怪我や困難に直面しながらも、その度に立ち上がり、さらなる高みを目指して努力を続けてきました。この姿勢は、多くの人々に勇気と希望を与え、彼のファンのみならず、広く世間からも尊敬を集めています。 彼の写真集、シンと GI は、そんな彼の強さと優しさ、そして挑戦し続ける姿を映し出しています。写真集の発売に際して、ファンからの期待も高まっています。羽生さんの写真集は、彼の美しい演技や練習の様子を垣間見ることができるだけでなく、彼の内面に迫るインタビューや、ファンとの QA など、 彼の人間性や考え方に触れることができる貴重な機会でもあります。これらの要素が詰まった写真集は彼を応援するファンにとってまさに宝物のような存在となることでしょう。羽生ゆずさんの挑戦はまだまだ続いていきます。彼の未来にはどのような驚きや感動が待っているのでしょうか。彼の写真集真と GI を手に取ることで 彼の現在の姿を記録し、未来への期待を抱くことができます。羽生さんの歩みを見守りながら、彼のさらなる成長と成功を応援し続けましょう。今後も羽生結弦さんの活動や挑戦に注目し続けることが、彼を応援する私たちにとっての喜びであり、誇りでもあります。彼の写真集、真と GI は、彼の心と技を理解し、 感じるための貴重な手がかりとなり、私たちにとっても大切な宝物となるでしょう。羽生さんの未来に期待し、彼の挑戦を応援し続けましょう。羽生結弦さんの存在は、フィギュアスケート界において特別な光を放っています。彼の一挙手一投足は、まるで舞台上のアーティストのように観客を魅了し、その技術と表現力は、 多くの人々にとってのインスピレーションとなっています。彼が見せる演技は単なるスポーツの枠を超え、見るものに深い感動と共感を呼び起こします。フィギュアスケートは技術的な側面だけでなく、表現力や感情の伝達も重要な要素です。羽生譲さんはその両方を兼ね備えたケウなスケーターであり、彼の演技はまるで一つの芸術作品のようです。 彼が表情で見せる一つ一つの動きには、彼自身のストーリーや感情が込められており、それが観客に伝わることで、より一層の感動を生み出しています。羽生さんの写真集、真と GI は、彼のこうした魅力を余すところなく捉えた作品となっています。蜷川美香さんの撮影によるこれらの写真集は、羽生さんの心と技をテーマに、 彼の多面的な魅力を引き出しています。真ではモノクロの写真を通じて彼の内面の深さや静かな強さが表現されており、見るものに対して深い印象を与えます。G i ではカラーの写真を通じて彼の鮮やかな表現力や多彩な感情が伝わり、その技術の高さを実感させます。これらの写真集を通じて、 羽生結弦さんの新たな一面を発見することができるでしょう。彼の心と技の両面を理解し、その魅力を感じ取ることで、彼のファンとしての喜びや誇りを一層深めることができます。羽生さんの歩みを見守り、応援し続けることが私たちにとっても大きな喜びであり、彼の成長と成功を共に喜ぶことができる瞬間です。羽生結弦さんの未来には、 まだまだ多くの挑戦と感動が待っています。彼の写真集、真と GI を手に取ることで、その一瞬一瞬を記録し、彼の成長と変化を感じ取ることができます。彼の挑戦を応援し、彼の成功を共に喜びながら、これからも彼の歩みを見守っていきましょう。羽生結弦さんの存在が多くの人々にとっての希望と勇気となり、 その姿勢が私たちにとってのインスピレーションとなり続けることを願っています。